Hawks Information。 こんにちは。 Hawks オフィシャルメディアレポーターの加藤和子です。宮崎春季キャンプ2015が終了いたしました。残念ながら最終日は雨となってしまいましたが、選手たちにとっては有意義なキャンプとなったことと思います。最終日を迎えた選手たちの表情と工藤監督の総括をご覧ください。非常に、何をするのも初めてだったので、新しい発見と、そして、またユニフォームを着て野球ができるという喜びで、すごく短い1ヶ月でした。今までどういう野球をやってたりとか、どういう意識で選手が動いていたりとか、選手個々にも聞いたり、コーチの方にも聞いたり、とにかく、選手とスタッフ含めて対話を大事にしてきたつもりです。僕は投手出身なので、どうしてもやっぱりピッチャーのことが気になってしまうのと、バッターのところは見ててもよくわからないので、バッティングコーチの方にいろいろ話を聞きながら、選手にアドバイスをするという形ではなくて、投手から見ると、こういう攻められ方とか、こういうふうに、このスイングだとこういうふうに攻められるよと、僕が見て、バットスイングだったりとかを見て、僕だったらこういうふうに攻めるというものも、少しは話させてもらいましたけど、野手陣に関してはほぼ100点って言ってもいいと思います。今絶好調っていうのは逆に開幕の頃に落ちていったりとかするので困るので、逆にそんなに今絶好調というわけではなくて、これから徐々に上げていくというぐらいがちょうど一番いいというふうに思いますし、とにかくみんな練習をする選手たちばかりでしたので、逆に休みの日もやろうという若い人たちもたくさんいましたし、休むことも練習なんだよということを、なるべくこうちょっと抑え気味に抑えることをいろいろ考えながら、選手に話してきたつもりなので、ほぼほぼというか、ほぼ100点と言ってもいい形で終われたと思います。見えてます。はい、今決まっているのは開幕投手だけですね。はい、強いチームをその継続していくということがやっぱり、自分に課せられた使命だというふうに思ってますので、そうできるように、最大限自分で努力して、やっていきたいというふうに思いますので、どうか1年間温かく見守っていただきたいと思います。続いては松田選手会長にキャンプを振り返ってもらいました。本当に2月1日から、キャンプスタートして、天候にも恵まれていい練習ができたので、明日から福岡帰って試合があるんですけど、しっかり宮崎で、練習してきた成果を出していきたいと思います。新たにね、ピッチャーも野手も取り入れた部分でたくさんありますから、それは必ず、プラスに、なっていくと思いますので、とにかく鍛えたものを明日からの、試合で思う存分発揮したいと思います。みんな、連覇、日本一のためにね、自主トレから、準備してきましたから、本当に充実したいいキャンプをみんな過ごすことができたと思います。紅白戦で一本ホームランも打ってましたし、これから本格的にねオープン戦も始まるんで、しっかり打席数やね実戦の経験を増やして、シーズンにしっかり 100% の状態で入っていきたいと思います。オープン戦からみんなでね勝ちを意識して勝ち癖をつけて、その中でいい結果や悪い結果が出たら反省して開幕を全員で迎えたいと思います。2015年、ホークスみんなで日本一連覇目指して熱く、戦っていきたいと思います。明日から福岡に帰ってオープン戦、シーズンと入っていきますが、ここにいるみんなで日本一、連覇目指して頑張っていきましょう。それでは今年は一本締め、改めて熱を一本で締めたいと思います。準備はいいですか？じゃあ行きます。熱を終えた選手たちはヤフオクドームでのオープン戦に臨みます。開幕に向け調整を続ける選手たちの応援にぜひお越しください。それでは
ヤフオクドームで待ってます。バイバイ。